皆さんこんにちは、れなちです。はい、今日はですね、三瓶山にやってきました。はい、三瓶山といえば中継局です。ということで今日の助けて技術さんは浅野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、はい、こんにちは。よろしくお願いします。今日は三瓶山で何を行うんですか？そうですね、今日はですね、あそこに電波塔がいっぱい立ってますね、はい、あん中にですね、TSK の電波塔もあるんですけども、はい、そこのバッテリーのですね、更新を行いたいと思います。じゃあこちらに、はい、おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、はい、と今日こちらがね、持って上がる、バッテリー、今荷造りをしているところなんですけども、はい、めちゃくちゃ重そうですね。あ、まあ、そんなに重たくないですね。ちょっとレアです。はい、お、あ、すいません、はい、ちなみにこれ何キロぐらいありますかね、はい、25キロ。小学生1人分ぐらいですね。今日はですね、だいたい100キロ、100キロ分を全員で、はい、こういったね、人たちの力によってね、電波を支えられてるんですよ。いや、そうなんですね。じゃあ早速行きますか。はい、はい、せーので、じゃあ早速、じゃあリフト行きましょうかね。はい、行きましょう。はい、では、はい、じゃあ上がりましょう。はい、スタート行きます。はい、よいしょ。おお、これ何分ぐらい登るんですか？15分。15分、うん、およそ。このバッテリーの交換はどれぐらいの頻度でやるんですか？うん、今回のバッテリー、何のバッテリーかというと、はい、発電機を動かすための指導用のバッテリーなんですけども、はい、だいたいバッテリーの寿命って7年から8年ぐらいなので、うん、それ目安で交換してるんですね。8年ぶりの。そうですよ。そこに立ち会えるなんて。景色どうですか？うわ、え、すごい。気づいたらこんなに登ってました。でしょ。すごい、のどかですね。今日は天気も良くて、いや、すごい遠くの山までね、よく見える。見えますね。きれい。まもなく到着ですよ。はい、うん、はい、はいはい、どうぞ。皆様、約、はい、いやー、綺麗でした。景色が。ちょっと後からね、ついていきましょう。はい、ついていきます。はい、レッツゴー。わー、ここからね、ヘリ出ますんで気をつけて。やだ、本当に。もうなんかいろいろ出てきそうで、ちょっと怖いです。いや、これ25キロ背負ってはちょっと私無理でしたね。かなり、結構急ですね。ちょっと急ですね。浅野さん、はいはい、あのリュックめちゃくちゃ大きいですけど、はい、何が入ってるんですか？え？聞いちゃまずかったですか？おにぎり2個とペットボトルのお茶が1本入ってます。ちなみに何おにぎりなんですか？今度はね、昆布とね、はい、鮭。昆布と鮭、うん、それを山頂で食べようという。そうです。いいですね。レナチョコ何が入ってるんですか？私ですか？今日はあれです、ね、おにぎりと、うん、おやつ。おやつ、おやつ持ってきました。のんきですね。この辺くらいがちょっと足場がですね、はい、悪くなってきて。お、ほんとだ、はい、気をつけてくださいね。はい、よいしょ。これなんて虫なんだろうね。うわー、なんかいる。これなんて虫なんでしょうね、これ。やばっ、おお、怖い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 。太陽も出てきて、いい感じです。わー、おお、すごい。ちょっとだけ見えるね。きれい。いやー、まもなくですね。お、見えました。三瓶山頂来ました。標高957メートル。おー、きれい。高いですね。登りました。どうですか？うわー、雲の中にいます。す
すごい。今からここで作業が行われると。いや、実はうちの建物は、ね、もっと一番奥で。あ、そうなんですか。ここからさらにもう5分ぐらい歩かなくちゃ。あ、そうなんですね。こここそなんかいろいろ出てきそうで。いやー、険しすぎます。いやいい。おお、すごい。到着です。本当に一番奥でしたね。でっかいアンテナが。受信してるんですかね。受信してる。お、テレビ島根サンド固定局。テレビ島根って何ですか。テレビ島根って山陰中央テレビが、はい、山陰中央テレビになる前の会社名。へえ、そうです。だからテレビ島根株式会社、株式会社で TSK。 そうなんです。これ中入れるんですか。なんかうちの施設ですんで入れますので、ちょっとじゃあカメラも OK。 カメラも OK です。はい、本邦初公開。お邪魔します。おお、これ何ですか。これがですね、松江から三瓶さん、三瓶さんから浜田に電波を中継してる、まあ、送信機なんです。はい、中継局とかって何個ぐらいあるんですか。中継局はだいたい TSK の62局あります。なんか多分視聴者の方って、はい、東京のフジテレビから直接電波が流れてるって思ってる方が多いと思うんですよ。なるほど。フジテレビからは、まあ、確かに番組のプログラムをやってきますけども、電波自体は TSK が作ってますので、TSK が責任でこういった機械を補修して立てて、電波を出してます。はい、浅野さん、こちら YouTube 化のステッカーなんですけれども、これを貼りたいんですが、どこに貼ったらいいですか。に、ここぐらい。あ、いいですか。はい、じゃあ貼っていただいて、はい、ありがとうございます。真ん中に、真ん中にドン。ありがとうございます。この点検もお願いしますね。わ、はい、かりました。で、こっちが非常用発電機って言いまして、停電した時に発電機が回って電気を。で、今日のミッションはこれなんですね。これ、はい、へー。今回これをエンジンをかけるためのバッテリーが更新をするという。はい、それでは作業はどんな感じでしょうか。はい、新品のバッテリー変わりました。お、綺麗に変わりましたね。これでまた7年か8年ぐらい。そうですね、これでまた8年使って、はい、また8年後に変えると。あとね、これからヘリコプターが飛んでくるんで。ヘリコプターが飛んでくる。ヘリコプターがちょっと荷物を受け取るというミッションがありますので、はい、ちょっとそれまでお弁当でも食べて休憩します。わかりました、はい、すいません、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。気をつけて。はい、ではお昼にしましょうかね。お昼にしましょう。では皆さん合唱、はい、いただきます。いただきます。うん、これが一番好きなんですよ、私。大きいわ。じゃあカントリーマームチョコマメレアージ食べてみたいと思います。いただきます。うん、チョコです。チョコしか入ってない。もうこれカントリーマームじゃないね。ですね。もう全部チョコです。でも美味しい。はい、次じゃがりこバズるチーズ味です。ちょっとすごいいい香りがしますよ、はい。うん、結構中に練り込んであるチーズがね、うん、いい感じの、いい感じですね、うん、つぶつぶのやつで。はい、次こちらです。これは贅沢チョコ&アーモンド味です。ポッキーは何ポッキー派ですか、皆さん。何ポッキー、なんかいろんなポッキーあるじゃないですか。私、極細が好きです。うん、はい、いただきます。じゃあ
贅沢、うんうん、はい、じゃあ話お昼もそろそろで終わりですかね。じゃあ次はヘリを待ちましょうか。はい、はい、ごちそうさまでした。ヘリ飛びましたね。お、ヘリ飛びました。やったね。さあこっち来るかな。で今日ヘリがこう飛んで上に上がってくるって聞いたんで、はい、ちょっとお願いしてうちの TSK の荷物もですね、はい、乗せてもらったんですよ。来るよ来るよ。おー、なんか大きい荷物ぶら下がってます。何なんでしょう。おー、すごい勢いできました。あ、なんか青い。あー、すごいかっこいいですね。おー、来ました来ました。来た来た、こっちですよ。なんだろうなんだろう。わー、近い、すごい。あ、降りてこい、降りて、あ、降りてきましたね。さあ、はい、さっき下ろした荷物に、はい、お目当てのものが入ってるかどうか、はい、早速ちょっと見に行ってみましょうか。見に行ってみましょう、ね。はい、レナちゃん、とっとり誕生日だじゃない。そうです、誕生日ケーキとかボンと出てきたらどうする。どうしましょう、もうキュンポイントですよ、それは。キュンポイントゲット。じゃあちょっと期待しながら行ってみよう。さあ、失礼します。どれだろう、行ってみましょうか。ありました。ありましたか、ケーキ。はい、お、ポリタンク軽油って書いてあります。ということで今回思ったあったまったのが、はい、これです。これ、あれ、ケーキはなし。今日は発電機回したじゃないですか、はい、あれの燃料でして、へ、はい、ここに持ってきますんで、はい、安全に行きましょう、行きましょう、はい、こちらの軽油、はい、これ、はい、実はですね、燃料層がありました。450リッターですけども、じゃあレナチ入れてみますか。はい、やります。まずは蓋を開けて、この中に入れます。入れます。はい。ここからが手動でポンプです。これ途方もない作業。入ってますよね。なんか不安になってきた。よし。今日の作業は。おしまいです。おしまいですか。これからね、安全に下山するという仕事が残ってますね。はい、最後まで気を抜かずに。下山するまでは気を抜かずに、はい、はい、よいしょ。おー、怖い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 。あ、でも気持ちいいですね。最後にね、うん、頑張った甲斐がありました。ご褒美ですよ、この景色が。はい、浅野さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そこ登ったんだよ。いやー、あんなとこまで登ったんですね。もう絶賛足が笑っております。ヘリ、ね、も飛んできたし、はい、いろいろありましたね。はい、じゃあね、せっかく下山したんで、はい、アイスで、アイスで乾杯ということにしましょうか。はい、いいですか。はい、じゃあ乾杯。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いただきます。うん、うん、ほんと仕事の後のアイスはうまいね。はい、ということで浅野さん、うん、今日は貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。はい、それではいつもの行きますか。はい、はい、またね。だんだん。